アンドレイ・アントノビチ・グレチコは、ソビエト連邦の政治家、軍人、レオニード・ブレジネフの時代に第四大国防大臣を務めた。1903年10月4日に、ロシア帝国のロストフ州、クイブイシェフスキー地区、コロダエフカ村に、農民の子として誕生する。1919年の内戦で赤軍に入る。1926年に、騎兵学校を卒業し、 小隊長、中隊長を歴任した。1928年にソ連共産党に入党する。1936年に MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業する。1938年10月から特別機兵士団参謀長となり、1939年の西城ロシア進行に参加した。1941年に 三謀本部軍事アカデミーを卒業。第二次世界大戦では、1941年7月から第34期兵士団長、1942年1月から第5期兵軍団長、同年3月から南部戦線の作戦軍集団を指揮、4月から第12軍司令官、9月から第47軍司令官、10月から第18軍司令官。 第18軍司令官在任時、同軍政治部長であったブレジネフとは戦友であり、その後第4にウクライナ方面軍でも共に戦う。1943年1月から第56軍司令官、同年10月からボロネジ戦線副司令官、12月から第1新英軍司令官を務めた。終戦後はキエフ軍管区司令官を務める。 1953年から1957年まで、ドイツ中流ソビエト連邦軍総司令官を務めた。この間1955年に、ソ連邦元帥となる。1957年11月に、国防第一次関係地上軍総司令官。1960年に、国防第一次関係ワルシャワ条約機構軍総司令官を経て、1967年3月に死去した。 マリノフスキー国防大臣の公認となる。1973年4月にソ連共産党中央委員会総会でアンドレー・グロムイコ外務大臣と共に政治局員に選出される。軍幹部の政治局入りは元国防大臣のゲオルギー・ジューコフ元帥以来のことでソビエト連邦における軍の対等として注目された。 国防大臣在職中の1976年4月26日に休止した。1961年から1976年にソ連共産党中央委員会委員。1973年から1976年にソビエト連邦共産党政治局委員。第2期から第9期のソビエト連邦最高会議、大議員であった。ありがとうございます。